Oh!
Thank you.
Thank you.
侍様。はい、あなた様でございます。草原様でございますよね。申し訳ありませんです。私、サエと言います。よろしくお願いしますね。すみませんです。もしかしてここでずっとお待ちだったのですか？そのままですか？それはおかしいです。確か船頭の方が淡路の屋敷までお連れすることになっていたはずです。なんか大変申し訳なかったです。手違いがあったみたいです。させていただいてよろしいですか？そうですけど、もっとちゃんと自己紹介させてくださいませんか？淡路家に仕えておりますサエです。よろしくお願いしますですね。草原様ってかっこいいです。お疲れになられましたか？船酔いなどはされませんでしたか？私、草原様が心配です。
わかりましたです。すぐにご案内させていただきますです。こちらです。私も未だに迷うことがあります。こちらです。
お待たせいたしました。草原様、長旅でお疲れになったでしょう。挨拶が遅れました。申し訳ありません。私、この島の当主をしている淡路の篠でございます。こんな小娘が雇い主でがっかりしましたか。なぜ私のような若輩者が当主をやっているかといぶかしく思われたでしょう。そう顔に書いてありますよ。先代は私の夫でありましたが、夫は幼い頃から体が弱く、私と結婚して間もなく亡くなりました。子種も残すことなく。そうですね。はい、その通りです。はい、どうぞ。ご忠告ありがとうございます。しかし、こちらも熟考に熟考を重ねた上の結論でございます。お上の方にも申請しましたが、いかんせんこのような辺境の島のことで、あまり本気には動いてはくれなさそうです。
それに この島からは決して逃げられません。この島に渡った瞬間から決して逃げられないのですよ。言葉通りの意味ですわ。海流の関係でこの島から出れないという意味です。悪さをしても袋のネズミです。お役人様に捕まってしまいますよ。いいえ、違いますよ。始末などしなくてよろしいのですよ。これから12日間、大切な祭りがあります。その祭りの間、海賊からこの島を守っていただければ結構なのです。この島で古くから伝わる重要な祭りです。はい、ありがとうございます。それでは。前金です。さえ。はい、ただいま。草原様を部屋まで案内して差し上げてください。はいです。ここが草原様のお部屋です。どうなされました？やっぱり本州からいらっしゃった方から見てもこのお部屋は広い方なのですか？でも、よかった。お侍様という偉い方が来るというので、どんな方が来るのだろうとドキドキしてました。いいえ、草原様は素敵な方です。お侍様は刀で戦う方々と聞いていたので、どんな恐ろしい要望をしているかと思って。でも草原様は優しそうで、それに夕食はいつ頃になさいますか？
当にしますです。それでは失礼します。
お屋敷に呼ばれたお侍様ですよね。ええ、父が胸を患っていまして、胸の病に効く草がここら辺に生えているんです。私みたいな小娘に謝るなんてお侍さんらしくないですね。この草は煎じて食後に飲むと咳が治まるんです。ちょっと苦いんですけどね。家で父が待っていますので、私、カタンと言います。強そうなお名前ですね。悪い人たちが来たらやっつけちゃってくださいね。